ジロー・ラモネル・リーはイタリアの画家である。ヨーロッパで印象派の美術を学んだ後、19世紀末にオーストラリア、ニュージーランドに滞在し、オーストラリア在住のチャールズ・コンダーや、ニュージーランド生まれの画家フランシス・ホジキンスらに影響を与えた。シエーナに生まれた。父親はシエーナの貴族で、母親はイギリス詩人、トーマス・メドウィンの娘だった。 フィレンツェでアントニーオチゼリア・ジョバンに6つ用イリから絵を学んだ。当時のフィレンツェはフランスのバルビゾン派に影響を受けたマッキア派と呼ばれる画家たちから影響を受けた世代の画家たちが活動していた。ネルリも印象派のスタイルを学んだ。25歳になった1885年にオーストラリアに旅しメルボルニア・シドニーで画家として活動しトム・ロバーツやアーサー・ストリートンといった。 ハイデルバーグパの画家と知り合った。ハイデルバーグパに対するネルリの影響に関しては議論があるが、チャールズ・コンダーには大きな影響を与えたとされる。1887年までメルボルンに滞在し、その後シドニーに移った。1887年にシドニーで展示した作品が評判になり、1888年のシドニーの 王立美術協会会のの展展覧会に出展したた女優の肖像画も人気を集め1889年にメルボルンに戻った後、その年の終わりにニュージーランドのダニーデンで開かれた博覧会を訪れニュージーランドの画家をキーフと知り合った。1890年のオーストラリアに戻った。1892年秋にはサモアを訪れサモアに移住していた有名な作家。 ロバート・ルイス・スティーブンソンのよく知られている肖像画を描いた。スティーブンソンもネレルとの出会いをユーモラスに描いた詩を発表している。1893年にニュージーランドに戻り、ダニーデンで個人美術教師を始めた。ネレルの存在はアマチュア画家で弁護士、WM ホジキンスが会長を務めた美術クラブの活動や若い芸術家のサークルの活動を活発にした。 ホジキンスの娘のフランシス・ホジキンスを教えた。1893年にオタゴ芸術協会の評議員に選ばれ、1894年にオタゴ美術アカデミーの設立者の一人になった。ダニーデンの公立美術学校の教授として雇われた。ダニーデンで活動していた画家、グレース・ジョエルにも影響を与えたとされる。1896年後半に、 ダニーデンを離れ、ウェリントンに短期間滞在した後、オークランドに移った。オークランドにスタジオを開き、1897年4月に、オークランド芸術協会の展覧会に出展した。1898年3月に、クライストチャーチで結婚し、オーストラリアに移り、1904年にヨーロッパに戻った。ロンドンやジェノバで暮らし、ネルビで死去した。 ありがとうございます。